日産は地域に根ざした活動を通じて過疎化や高齢化といった社会課題をイノベーティブな技術とサービスで解決しようとしています。福島県浪江町での取り組みはその一例です。町の皆さんのニーズに耳を傾け、日産は何ができるのか対話を重ねて答えを探していきます。地域やパートナー企業と一体となり、スマートモビリティやスマモビキッズなど新しいサービスを生み出しています。暮らす人も訪れる人も誰もが自由に移動できる街、自由な移動が街を活性化し元気にしていきます。長年培った技術を生かし実証実験を積み重ねることで誰もが簡単に便利に利用できるサービスを開発しています。日産は10年以上蓄積してきた EV 技術を活用し、エネルギーマネジメントによってクリーンエネルギーの地産地消を促進します。そして緊急時には EV からの給電も可能にします。日産はこれらのサービスをより多くの地域に広げていきます。よりクリーンで安全、インクルーシブな社会を目指して。